皆さんどうもピーマンです。今回ドラゴンクエストビルダーズ実況4回目になります。ぜひ今回も第1章メルキド編をプレイしていくからね。現在こちらピリンにクエストが発生してるので、ピリンのクエストを今回プレイしていこうかな。うん、お腹が空いちゃうのまたかい。どうしたんだよ。街に料理できる場所があれば美味しくてお腹に溜まるものができると思うんだ。わりかしな無茶ぶりだね。誰が作るんだよ。素材を料理できる方法何か思いつかない、調理器具と収納箱を一つずつ置いて、料理専用の新しい部屋を作ってよ。部屋作りか今回は。お、ひらめいたねピーマン。素晴らしいぞ。料理用の焚き火をひらめいた。すげえなこいつ。部屋を一から作ろう。2ブロックの高さの壁が、囲んだ空間に扉と明かりがあれば部屋になる。あ、今回はあれなんだね。じゃあ、なんていうの、設計図がないんだ。自分で作っていかないとダメなんだね。オーケーオーケーオーケー。料理する場所ね。ここまず自分の家なんだよね。今3人が寝てますよ。おっさんと少女と俺だよ。なんか気持ち悪い環境なんだけどね。で、ここが作業部屋なんだよね。ほんでほんで、ちょっと待って、これ破壊しとくわ。どこに作ろうかな。この辺ちょっと破壊しようか。まあ、近くにね、作っておけばいいからね。この辺ちょっと一旦真っ平らにして、ここにじゃあ料理用の部屋を作ろうかな。誰が料理するのかわかんないけどね、すぐお腹減っちゃうんだって知らんがな、それは。考えてるから減るんじゃなくて、元からだと思うよ、俺は。ピリンはわりかし食いしん坊だからね。一回こういうのあったんだよね。木の実取ってこいっていうね。それくらい自分でやってくれよって。外の世界出るくらいは自分でできるでしょうっていうね。それ俺に頼むことっていう完全プライベートな悩みだよね。そういうことは一切受け付けないからね。ピリンが可愛いから俺やってるけどさ、おっさんの頼みだったら絶対しねえからな、俺は。そういうやつですよ。何ピリン高いとこ登ってんの？この世界の住人みんな高いとこ登るんだよな。よし、一通りはこんな感じで OK かな。じゃあここに作っていこうか。料理ハウスね。うわぁ、夜になってきた。まあいいか。この中いれば安心だからね。はい。まあそんなでかくなくていいからね。はい。はい。はい。完全に夜だ。ね。よし、これでとりあえず家の土台は完成かな。ほんで、ここに扉を次は作ろうか。扉。藁の扉だね。うん、これで OK。はい、カンカン、できました。すぐできるからね。3秒あれば十分だ。で、ここに置いての。はい、置きまーす。ポン、完成っていうわけにはいかんよね。屋根も何もねえ。雨降ったら終わりだな。焚き火消えるわ。で、ここの次は置いていこうか。はい。はい。はい。なんか獣の声が聞こえるんだけど、誰だよ。ワン音とか怖すぎるでしょ。恐怖で手が震えてるね。みんな寝てるし。悲しいね。誰も手伝ってくれないっていうね。一人くらい誰か手伝えよ、お前。おし！あとは屋根だけだ。屋根を作れば完成だ。おい。おい。よし！オッケー。みんな完全寝てるけどね、一人で作業してますよ。悲しくなってくるね、ほんと。誰か一人手伝ってくれたら。もっと簡単にできたのに。もう俺も寝てるはずなのに。誰もしてくれないからね。全部俺任せっていうね。こんな能力欲しくなかったわ。こんな雑用みたいなことされるんなら。ねえ。じゃあ買うなよってなっちゃうけどね。じゃあプレイすんなよってなっちゃうからね。それが醍醐味のゲームだから。でも不満も出るよね。仲間じゃないの俺たちって。仲間だよね。仲間なのに何もしてくれないっていうね。腹減ったからお前、飯食べれるとこ作れとか言うね。完全なる奴隷だよね。お、朝になってきたね。夜の作業が怖いからいいや。朝になってくれ。起きたね。起きたら何もするわけでもなく、ただ歩き回るっていうね。何がしたいんだよ。ニートじゃねえか、完全なる。なんだこれ、ニートを養うゲームか。やりたくねえよ、そんなゲーム。そんなドラクエ嫌だね。よっしゃー、完成だ。とりあえずできたよ。ほんで、この中に、とりあえずまずは松明を置いて、どこ置いとこうかな。端っこに、二つ置いとこうか。空き部屋が完成した。はい、ここ置いといて。あー、ここにも置いときたいな。じゃあ、4つ全部置いとこうか。いや、3つでいいかな。よし。これ、外にもちょっとつけたいんだよな、松明を。つけれんのこれ、外の壁の部分に。はい。あ、そう、地面に、松明は地面にしか置けないんだね。そこはちょっとマインクラフトと違うんだ。ほんで、料理用の焚き火を作れば OK って言ってたよな。料理用の焚き火。あ、これだ。何必要なの？丈夫な草か。焚き火丈夫な草太い枝ね。まあ、二つは足りてるから、
丈夫な草、丈夫な草、この辺あったっけ、ほとんど取っちゃってないんじゃないか。あるわあるわあるわ。よし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 。これって丈夫な草って勝手に生えてくんの？一回取ったらもう一回切り？それで。スライムって何してんのかな？ごめんね。罪はないけど倒すよ。罪はないんだけどね。俺がスライムならなんでやねんって言いながら死んでるけどね。突っ込みながら死ぬっていう。ほんとごめん。でも倒させていただきました。これ丈夫な草はまあほっとけば生えてくるだろうね。うん。生えてこないっていうのもないと思うよ。丈夫な草がこの世界からなくなったらゲームオーバーだよね。何？ピーマン魔物を見つけたら片っ端からやっつけてやるのだぞ。うん。か弱い我が輩じゃねえよ、お前。そらお前みたいなやついたら閉じ込めるわ。閉じ込められてたからね。ドワハハじゃねえよ、お前。倒すのにも結構一苦労だぞ、お前。簡単に言うんじゃねえ。はい、これ料理用の焚き火ね。はい、できました。ありがとうございます。ほんで、これで完成かな？ただこれ、誰が料理するんだろうね、そこんとこ。まさかこれ料理人的なもの連れてこいみたいなクエスト出ないよな、次に。はい、置きました。え、これでいいんじゃないの？完成だよね。 OK？ いや、まだ完成してない。あれ違かったっけ。うん、うん。たと以上積み重ねた壁と、夜を照らす明かり、そして、扉があれば部屋として認識されます。うん、そこに新しくしてひらめいた。あ、収納箱だね。申し訳ない。あと一つ忘れてた。これで OK だ。よし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 。もう部屋は完成してるからね。じじい、どけよ、お前。何作っとんねん。じじい、お前作ってるけど、俺に何もしてくれねえだろ。なんかくれんのか。ん？何もくれるわけじゃないんだね。じじい、何作ってたんだよ。結果作れなかったんかい。収納箱ね。太い枝3つで作れるから。はい、ドゥルルルルー。じじい、どけ、早く出るんだ、俺は。はい、開けて。これで完成。どこに置こうかな、収納箱。んー、まあ、この辺でいいかな、とりあえず。はい、オッケー、イエーす。はい、ピリンのクエスト達成だ。焚き火の台所だい。ピリン、飯作ってくれ。お、すごい勢いで来るね。俺無視か。すごい勢いで中入るね。拍手してくれてるよ。新しいパターンだね。今まではこうやってなんかガッツポーズ的なものだったんだけど、拍手は初めてだよ。嬉しい。めっちゃ手叩いてくれてるじゃないですか。うん。作りましたよ。可愛いピリンのためだからね。ありがとう。こちらこそありがとう。お、ピリンが作るのか。頑張って料理を作ってみるから、夜になったら収納箱の中覗いてみてね。あ、そうなの？桃柿の実くれたよ。じゃあちょっとピリンの料理楽しみだね。夜になったら入ってるとのことなんで、何作るんだろうな。ドキドキワクワク。ちょっと夜になるの待ってみようか。さて、夜になったね。ピリンの料理ちょっと見に行こうか。収納箱に入ってるって言ってたよね。あ、え？何？桃柿の実二つ入ってるね。え？料理じゃなくない？え？え？なんで桃柿の実？これ俺が入れたわけじゃないからね。え、何？料理してないじゃん。木の実入れただけじゃん。木の実料理できてないじゃん。腹立つな。なんでこれ作ったんだ？意味わかんねえよ。オッケー、わかりました。じゃあ今回の実況はこれにて終わりにしたいと思います。ピリンのクエストでね、料理できる場所を作れと言って作ったんですけどね。料理したっていう結果、桃柿の実2つ入れてるだけ。これを料理と言っていいのか。俺でもできるぞ、これなら。次回の実況ではね、ロロンドの方にまたクエストの方がね、出てますので、そちらの方をプレイしていきたいと思いますのでね。とりあえず今日はもうこのまま我が家で寝て終了にしましょうよ。寝てますよ。はい、ピリン可愛いね。おやすみね。うん、おさねえじゃねえ、仕事しろ。じゃあ今日はこれで終わり。次回の実況もお楽しみに。グッバイ。また会いましょう。